久々に家族で食事だ。プレゼントももらえるし、誕生日って最高。お姉ちゃん。私からはルームウェアよ。限定コラボカラー欲しがっていたでしょ。シュバルからもあるわ。その僕のはプレゼントと言えるほどのものじゃ。そんなことないでしょ。一生懸命考えていたじゃない。でも姉さんみたいにセンス良くないし、ちゃんと選べたかわからないというか。やだ、今日は私が主役なの。プレゼントは全部もらうの。前にくれたお魚ルアー可愛いから飾ってるし、グローブだってお手入れしてる。今年くれないならすねる。ツンツン。そんなに大事に。そう、釣りに行くのもキャッチボールもシュバチからやろって言ってもらうのすごく嬉しいんだからね。そうよ、私にくれた海の写真集もあなたと感想を共有できたの楽しかったわ。シュバルのセンス好きよ、自信持って。今年はその釣り竿かっこいいって言ってくれたから、お揃いの嫌かもだけど。嫌なわけないじゃん。お空で釣り行こう、シューバーチー。ディブロスさん、ごめんなさい。お誕生日になってもプレゼントが決めきれなくて。いいよいいよ。っていうか、それくらい真剣に考えてくれたんだよね。嬉しいな、期待しちゃうな。はい、ビブロスさんが本当に喜んでくれるものをと考えまして。でもやはり心配なことも多く。何の心配なの？ねね、言ってみて、私も真剣に答える。ではお尋ねします。ライオンとクルーザー、どちらがよろしいでしょう？どっちも欲しい。やはりライオンを飼いたいとおっしゃっていたので、クルーザーは父の知り合いから譲り受けられそうでして。でもお世話やお手入れが大変とお聞きしますし、どうしたものかと。確かに今ライオンが来ても幸せにしてあげられないかも。クルーザーを置く港もないし、今は気軽に身につけられるものとかがいいな。アクセとかそういうの。っていうかライオンありなの？セレブ。私もさらっと言えるよ。